フェスに行った時のツーリングで行くキャンプ道具の紹介をしたいと思います。積み込んだのはこれが全てなんですけど、まずはテントなんですけど、これコールマンのツーリング ST っていうやつなんですけど、私が乗っているスクーターはホンダのリード125なんですけど、リードはあのシート下のエリアが広いので、シート下にこのテントを入れて持っていきました。次に、これはクーラーバッグなんですけど、この中には何を入れてったかというと、今ちょっともう入ってないんですけど、ここにナルゲンのボトルに水を入れて持っていったのと、缶ビールを2本と、でご飯を炊いたので、そのお米ですね、お米を 0.5 合持っていきました。あとは、調味料とかレトルトカレーと、あと、食材、鶏肉とソーセージとか焼いたら食べれるものを持っていきました。まあ、一応キャンプなんですけど、キャンプフェスってことで一日中ライブが行われるので、あまりキャンプを楽しむというよりは、まあ、泊まるだけになるかなって感じだったんで、そんな料理に凝っている時間もないので、すぐに食べれるものを用意しました。次はこれなんですけど、これはメインはこちらのツーリングバッグに入れてるんですけど、それで入りきらなかったものをここに入れてます。これはシートを挟んで左右に後ろにつけるようになっているバッグです。これ割と容量あって入るので、これがあるだけで助かってます。これには何を入れていったかというと、主に寝るための道具ですね。ここにシュラフです。これはモンベルの、ダウンじゃなくて3シーズン用の化繊のシュラフです。この間はそんなに寒くもなかったので、これで十分でした。これにシュラフカバーをつけて寝ました。で、服装も、ダウンとか着込むこともなく、普通に着ていった服でそのまま寝たんですけど、全然寒くなかったです。で、シュラフの下に敷くマットが、これはイスカのマットなんですけど、エアマットじゃなくてインフレータブルマットになります。広げるとまた片付けるのが大変なんであれなんですけど、これは120センチなんで、私が身長155センチなので、これに枕を持っていったんで、それを足してちょうど収まるぐらいなので、すごいコンパクトなんで、寝心地も結構いいので、これは
登山でテント泊する時なんかにも持って行ってます。で、もう反対側はなんですが、こちらは主に焚き火はもうできないと思ったんですけど、一応あのエコココロゴスっていうロゴスが出してる固形の炭、これですねを持って行ってたので、一応ソーセージ焼いたりとか鶏肉焼いたりしようと思ってたんで、こういう炭、ダイソーの炭もちょっと残ってたのを持って行ってたのと、そういう一応火を焚く時用の道具っていうか、そういうのを持って行ってました。でトングとか、あとは革の手袋とか、あとは下に敷く焚き火シートを持って行ってました。これを反対側に、これ中身だけ出していってたんですけど、このセットを反対側に入れてって言ってました。あとそうですね、はみ出た、食材とか、あとカッパも入れてました。メインのツーリングバッグに入れてたものを紹介します。ここにはシート類、これはエマージェンシーシートにもなるシートですね。これはテントの下に敷いて使ってました。あとはこれはテントの中のマットの下に敷いてました。これも100均のなんですけど、なんか裏表アルミ貼ってるタイプなんで、結構あったかくて重宝してます。あとはこれはシェラカップとか、もうシェラカップも何個かプラスチックのとか、まあ、これはコップになるちっちゃいタイプとか、これぐらいしか、まあ、食器としては持っていってなくて、まあ、何でも兼ねれるのでこれはまあ便利ですね。はこれはいつも愛用しているコールマンのケトル、もうお湯沸かすだけならもうこれで十分なので、これで、お湯沸かしてコーヒーとか飲みました。まあ煮炊きするもので言えば、これが、まあ、お鍋っていうかになる銭湯飯盒煮型っていうやつです。この付録についてたホグロフスのこういうケースにちょうど入ったんで入れて持って行ってます。で今絶賛愛用中の銭湯飯盒煮型です。ロスコっていうところのやつで、この持ち手は本当はもっと長いのがついてるんですけど、この短いタイプが別売りで売ってるので、それに付け替えてます。これで下でお湯を沸かしてレトルトのカレーを温めながら、この中蓋、ここにお米と水を入れて、で火にかけたら水蒸気炊飯っていうのができるので、温めながらご飯も炊けてしまうという、それも失敗も焦げ付きも当然ないので
すごい便利で一気に2つできるんで、まあここでレトルトじゃなくて普通におかずを煮込んだりとかもできるので、そういうのもやったらいいんですけど、今回はあのキャンプメインというよりはあのライブを楽しむメインだったので、まああまり凝ったことはしませんでした。木もなんか炭とか使って焼くって言ってたですけど、これはロゴスのなんていうのやったかな、だいぶ前から持っててソロでキャンプするときに初めの頃からよく使ってて今も使ってるんですけど、この網はついてたやつじゃなくてもう汚れてしまったので100均の網に変えてるので、ちょっとちっちゃいんですけど、まあこういう風に置けば全然使えるので、これでここにさっきのエコッコロゴスの炭を置いて着火して、でソーセージと鶏肉焼いて食べました。で時間があって余裕があれば炭とかを足して焚き火っていうか一応火も楽しもうかなと思ってたんですけど、まあ、そんな時間は本当なくて、割と深夜までライブやってたのでそれを聞きに行ったりしてたら、まあ ほとんど使わずに終わりました。でもこれ本当ね、一人でちまちま焚き火したりするのにはすごく便利なんでおすすめです。一人用の焚き火台ももういくつか形の違うものを持っているんですけど、結構これね気に入ってるんですよね、ずっと愛用しております。で、閉まったらこの袋に入るサイズなんで、ちょっと重さはありますけど、まあ言っても教えてるんで使っております。次はテーブルですね。 DOD って袋書いてますけど、これは違うものが入ってて、なんかいつも使ってる中華製の足を取り付けるタイプのテーブル、これ
スッとなんか大きさもいいのでちょうどなんか結構使ってます。そんな重さもそんなに重くなくて、若干組み立てないといけないっていうのはありますけど、まあまあ値段も安いので、外のフィールドホッパーとかね、ああいうのがあればいいんですけど、あれもちょっとお高いのでこういうので利用しております。これはワークマンの折りたたみのテーブルで、すごいちっちゃくてコンパクトなんですけど、すごいしっかりしてて、これめっちゃ重宝しております。あとはこれはペグとロープとハンマーが入ってます。テントについてるペグでも良かったんですけど、まあ、大抵いつもこれは入れていきます。ちょっと重いんですけど、これ本当はもっと長さあったんですけど、これに入るようにちょっとここをカットして入れてます。で、ロープとかを入れております。これ最近買ったチタンのペグです。これは風防です。風防って意外と必需品なんですよね。風があるとご飯を炊くのに風防があると絶対安定して炊けるので、これは持っていってます。バーナーは今回は外の FP310 っていうのを持ってきました。でガスはCB 缶ですけど、ジュニアタイプの小さいのを持ってきました。これは折りたたみの椅子です。今回そのテントのところでゆったり座ってじっくりこうキャンプを楽しむっていうよりは、ライブを移動しながら見たりするので、そこにも椅子運んだりして、軽くて小さいのがいいので、これで移動して座ってました。テントのとこではもう地べたスタイルで100均の座布団ですけど、これを敷いて地べたに座っていろいろ調理したりとかしてたのと、さっきの椅子に座ってやってましたね。もう雨が降ってきてからは椅子に座ってました。洗剤とスポンジ入ってます。はこれはタープなんですけど、すごいコンパクトになるタイプで、それでもうずっと今回雨が降ってたので、テントの前に日差しは作れたんですけど、雨が降り込んでくるのを防ぐのと目隠しにもなるので、このタープを張ってました。これは本当便利でした。もうちょっと大きいタープ持って行ってもよかったんですけど、まあ、これでなんとかしのげたので、良かったです。
小道具一切合切全部ここに掘り込んでいきました。いつもはなんかオーガナイザーケースみたいなとこにきちっと仕分けして入れてるんですけども、今回もめんどくさいんでいろいろここにガサッと入れて持っていきました。なんかちっちゃいまな板とかライター類とか箸とかスプーンとか、これは鍋をつかむやつで、皮膚希望とか、あとは、ゴミ袋とかで、ライト類で、これはなんかハサミメインのレザーマンのやつです。こんな感じかな。セデカのナイフです。まあ、あんまり調理しなかったのでほとんど使わなかったですけど、まあまあこういう感じで入れていきました。今日はポールですね。テントに日差しが出せるような作りになっているテントなんで、その日差しを作るためのポールを持っていってました。繋いでいくタイプのやつ、もうコンパクトで割と軽めなので使ってます。あとは、ライト類、ランタン類ですね。これがキャリーザサンっていう、こうソーラータイプのランタンになります。これは登山の時とかも持っていきます。明るくコンパクトなんでポケットとかにも入れていけます。あとはヘッドライトは持っていってました。今回あんま使わなかったんですけど、ブラックダイヤモンド、これ乾電池式のなのでちょっと重いといえば重いんですけど、まあ、光量的にはあるので移動するときなんかに使います。このチャムスのランタンで、今回まあライトもここか持っていきましたけど、ちょっとやっぱりね調理とかするときにちょっと暗いんで、やっぱりもうちょっと、明るいルーメン数の大きい明るめのランタンがちょっと欲しいかなって思います。これにあと当て持ちのところにカバンにまあ、財布とか携帯とか、モバイルバッテリーとかを入れていきました。あとは着替えですね。着替えをでもその日お風呂も入らないんで、ほぼ着替えることもなかったんですけど、まあ、一応雨が降るって言ってたんで、濡れた時のことを考えて持って行ってました。それとここに
入れ忘れてますけど、ダウンジャケットの薄手のやつとダウンパンツは持って行ってました。もし夜寒くなったらね、それを着込んでシュラフに入ろうかなと思ってたんで持って行ってましたが、まあほぼいらなかったですね。でもほんと一日中雨が降ってたので、レインウェアはちょっとちゃんとしたやつ持って行っててよかったなと思います。染みても来ないし、うん、まあこんな感じでバイクで泊まりキャンプに行くときはこういう装備でだいたい行きます。でキャンプメインで行くときはここにもう少しプラスアルファしたり、その時によって焚き火台変えてみたり、バーナーも違うので行ったり、食器とか鍋類も違うので行ったりします、うん、まあ行く場所と目的によって持っていくものは大きく変わることもありますけど、まあまあだいたいこんな感じかな。 あとここに救急セットとかは手持ちカバンの方に入れて持ってきました。以上になります。